tonight's entertainment. はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、パパダラです。今回は40秒で高速複製する方法が返ってきています。新しい方法になります。まずね、フレンドさんとシャル複製する人がそれぞれ違う照準でいてパーティーを組んでいた方がいいですね。ではね、最初フレンドさんの手順からとなります。まずフレンドさんはクリエイターで照準っていうのをね、これ自由照準とかにします。そして、車両複製する人とパーティーを組んでおきます。そのパーティーを組んでる相手はアシストのあるセッションにいるという状態にしてください。なのでここで参加を押すと警告、丸、注意画面が出て×です。これでね、照準が違うということになります。ではね、フレンドさんの手順は招待限定セッションでイクリプスペントハウスから開始をします。これはね、イクリプスペントハウス3というものが一番ね成功しやすいと言われていますが、まあ他のね、イクリプスペントハウス1、2でも可能です。要するにこのカスタムアパートでアパートのスタイルを変更できないとダメです。そしてフレンドさんはペントハウスガレージが必要になります。この中にね、何でもいいので車両を入れておくようにしますね。では現時点でできるソロの複製の手順と同じようなやり方になりますけれども、まあボタンの配置とかね、変えなくてもできる方法なので、これはソロの複製にも役立ちます。では強盗画面でフリーサの2番目とかにしておき、このホワイトボードの前で右十字キーを押してもアニメーションが出ない状態、こういった状態を作ります。アニメーション出ちゃう人はね、次の画面にしてから、準備を始めてください。そして操作設定はスタンダード一人称2というもので、R1 ボタンで走れるような、このようなね、走れるような状態にします。そしてこっからの手順よく確認してください。強盗の画面に入るこの辺りからちょうど右十字キー連打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 して、この強盗の黒い枠が出っ放しになり、×をした時にミニマップが消える状態をこれから作っていきます。アクションメニューでアパートのスタイル、これでね、プレビューをどこか丸をします。これね、6、7、8番あたりがいいですね。この状態で強盗画面に入れると、ここね、バグった状態を作れるんですが、このまんま入ると今は修正入っていて真っ白画面になっちゃうので、この強盗の扉を開ける寸前でアクションメニュー長押ししてメニューを閉じます。その瞬間にちょうど入り込んで右十字キー連打で黒い枠を出し、ミニマップを消すという方法を使っていきます。ではね、プレビューで6か7か8、見やすいものを選びます。そして R1 ボタンを押しながら、ちょうど強盗の部屋のドアの前でアクションメニュー長押しした瞬間に右十字キーを連打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 します。このようにね、後から黒い枠が出る状態はほぼリーチがかかっています。もうちょっとですね、惜しいということです。でアクションメニューね、ここでアパートのスタイル、プレビュー状態作ります。そして R1 ボタンで走りながら、ここでね、強盗部屋入る前にアクションメニュー長押しの消した瞬間に右十字キー連打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 、このまま、強盗のメニューが黒い枠出っ放しになればいいんですけど、ダメだったらやり直します。全くね、できない場合はね、再起動した方がやりやすい場合もあります。ではここからちょっとスローモーションいきます。 R1 ボタンで走り込みながら、ちょうどね、ドアの手前でアクションメニューをね長押しします。タッチパッド長押しで消えた瞬間、右十字キー連打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 して、このように強盗のホワイトボードの白いね、画面の中でも黒い枠が出っ放しの状態、こうなれば
次に×をした時に、ミニマップが消えた状態になります。これでね、バグった状態が作れたようになりますね。では、アクションメニューからね、表示オプション、そして、これ表示にしてください。そうするとね、マップにジョブトリガーを出すことができます。では、このマップからね、ジョブトリガーで、このカジノのね、ペントハウス近く、まあカジノ近くのこのね、ジョブを四角丸で開始します。ジョブトリガー表示できない人は普通にね、ジョブから、ロックスター認定のデラックスドリフトを開始してください。そしてホストしますかと出たらホストするをして選択してください。ジョブのロビーに行ったらパーティーの人、車両複製する人に参加します。要するに照準が違う人ですね。で、警告画面を丸、注意画面が出たら×。これでワープができます。カジノの駐車場に出たら今度はね、パーティーから、車両複製する人をこのセッションに呼んでください。セッションプレイで、GTA をね選択してこのセッションに招待をします。車両複製する人のね手順はこれから右上に画面を出していきます。ではフレンドさんの手順はこのままカジノにねこれから、行きます。カジノの中でさらにねバグった状態を作っていきますね。車両複製する人、その招待を受け入れてセッション移動していきます。まあ、照準もね、同じ状態になるということですね。参加、丸々と押すと警告とかね、出ますけど、注意も丸をして、セッションに参加してきてください。では、フレンドさんの手順です。ここからね、一度、カジノに入るようにしてみてください。まあ、周りのね、プレイヤーとか、人がね、ちょっと見えない状態になってると思うんですけど、一度カジノに入ろうとしてください。そしてね、入れず元に戻ってきます。こうなったらもう一度ねカジノに入るようにしてください。そうするとねペントハウスとカジノを選べるのでカジノを選択します。では複製する人がねセッションに到着したらここ招待限定セッションなのでジョブからロックスターゲーム作成ミッションのタイタンジョブを開きます。そしてねロビーの状態で待機してください。車両複製する人はミッションタイタンジョブのロビーで待機ですね。でフレンドさんは入り口のこのおじさんに右十字キーで話しかけ駐車サービスペントハウスガレージの車両何でもいいのでこの車両を一つ呼び出します。そうするとね無限ロードになります。黒い画面無限ロードになったら PS ボタンからパーティーそしてね車両を複製する人今ジョブロビー開いてる人に参加をします。読み込みが入って警告画面出ます。これをね丸押します。数秒後にねこれ丸もう一回注意押します。そうすると弾かれて元に戻ります。するとねカジノの中がね誰もいないように見える状態になります。しかしねまあ声とかは聞こえているのでまあ他のね AI とかはねきっといるんでしょうね。まあ面白い状態ですね。そしてこの状態オプションが押せない状態になっているので携帯からねインターネット開いてオプションを押します。そしてマップジョブトリガーでさっき使ったデラックスドリフトというところのジョブをね四角丸で開始します。まああのこれ、ジョブトリガー開けない人はオプションからジョブオンラインのジョブで、ロックスター認定のレースのデラックスドリフトを普通に開けばいいだけですね。開こうとすると変な状態になります。このような状態になります。こうなったらもう一度ね PS ボタンからパーティーで車両複製しようとしているこのねミッションタイタンジョブロビーを待機しているフレンドさんに参加します。そしてね読み込みが入って注意ボタンをねこれ丸をします。また弾かれて戻ってきます。そうすると体が出現して歩ける状態になりますね。もうこうなったらね、大きな画面のフレンドさんはカジノの前あたりで待機をします。もうね、車両複製を、ガンガンね、手伝える状態になってますね。まあ、息が合えばね、本当に40秒に1台177万ドルの車両をコピー、複製することができます。なので、このね、お金稼ぎめちゃめちゃね、ハイスピードでガンガン稼ぐことができるんですね。
まあ、これはね、できるうちに今のうちにやった方がいいです。車両を複製する人はね、ミッションタイタンジョブロビーをやめます。そしてこれからね、車両を複製する人の準備や手順を、説明していくので、よく確認をしてください。最初のね、準備にもあったように、必ずね、ファギオっていう車両をクラブハウス以外に大量に置きます。クラブハウスにね、あるとね、逆にね、車両複製がね、途中でストップになったりね、戸惑ったりすると思うので、要するに機動作センターに車両が入りませんとか出ちゃうので、クラブハウスにはファギオを置かないようにしてください。もしファギオが入ってる場合はサンチェスとか違うバイクでね、埋めて消すようにしてください。もうね、ファギオがある場所に複製したい車両がどんどんね、コピーされていくっていう感じなので、今ね、できるうちにやった方がいいと思います。では、車両複製したい車両っていうのは基本、アリーナの車両または、5万ドル以下で売っている車両で、高額のカスタムをしている車両が、複製に向く車両となります。なので1Cレトロカスタムやエレジーレトロカスタム、サルタン RS といったものをね、使います。そして今回の車両複製にはカスタムナンバープレートはいらないです。車両複製する人はね、機動作戦センターを要請します。この辺りで要請すると大体カジノの駐車場に出ますね。そして必ずね、複製したい車両、これを、カジノペントハウスガレージに入れておきます。機動作戦センター絶対に区画3は個人車両保管庫にしてください。武器乗り物ワークショップではダメです。では複製したい車両をね、この動画ではまだ用意していなかったので、カジノペントハウスガレージに入れておきます。もともと入ってればもっとスムーズにできますね。そしてね、複製したい車両ここに入れておきます。ここにある車両はいくらでもね、コピーすることができるし、途中でね、複製する人は入れ替えたり、まあ売りに行ったりしてもいいんですけど、まあこの手順でね、複製でね、手伝う人が常にいる状態になるので、まあ売りに行くのはね、後でやった方がいいです。1日3台程度のそれぞれ1時間半間隔を空けるっていう感じですね。では MC プレジデントからまずファギオを要請します。そしてこのファギオ、自分の個人車両なんですけれども、これからね、フレンドさんに乗ってもらうことで個人車両じゃない状態にしてもらいます。そうすることでね、自分の車両をね、他のガレージからまた乗り出すことができて、すり替えることができるという仕組みです。ファギオを降りて、フレンドさんがこのファギオに乗ります。乗ったら MC プレジデントで、ここ車両必ずね、全員アクセスにしてください。そしてね、 MC プレジデントから車両保管庫に戻す押します。普段はフレンドさん降りちゃったりするんですけれども、この状態は降りない状態になるので、車両の複製を手伝いする人はちょっとね、この辺りカジノの入り口あたりまで移動します。フレンドさんはね、 R2 しか押せなくてね、バックできないので注意してください。そして複製する人はね、 MC プレジデントから他のね、ファギオを要請します。右十字キーとかでね、違う車両呼んでください。で、呼んで 2,3 秒後に今度カジノペントハウスガレージに入っていきます。これから複製する人はカジノペントハウスガレージの中から複製したい車両を乗り出せばいいだけですね。フレンドさんの手順はね、これ R2 しか押せなくてバックできないのでね、転ばないように気をつけてください。転んじゃうとね、失敗になります。車両から降りちゃうとダメなので、連続でね、複製がスムーズにいくように、このようにね、カジノのね、出入り口に近くにね、行くといいですね。そして複製する人はね、1Cレトロカスタムとかを外に乗り出していきます。今回ナンバープレートが見えるようにしているんですけど、ここからね、よく見ておいてください。ここでね、フレンドさんだけが車両を降ります。すると複製する人の車両のね、ナンバープレートがさっき呼んだファギオのナンバープレートに変わります。要するに、途中でね、呼んだファギオが犠牲車両となってこの1Cレトロにすり替わる。で、この車両をね、機動作戦センターに
右十字キー丸で車両を保管します。これで1台複製完了です。ではここからね、連続複製の法則になります。複製した車両をね、外に乗り出してまたね、フレンドさんに乗ってもらいます。フレンドさんに乗ってもらって、フレンドさんはここからね、ちょっと離れてもらいます。複製する人がね、普段個人車両とか呼べるようなね、近すぎるとダメなんですね。要するにアクションメニューを押した時に、これ MC プレゼントで車両をしまうってボタンが出たら、それは押さないでください。離れて違うファギを右十字キーとか押してファギを呼んでください。 1,2 秒経ってからカジノペントハウスガレージに入ります。そしてフレンドさんはさらにスムーズに行くようにカジノのガレージの入り口あたりまで移動していきます。途中でね、突っかえちゃったとかバックできなくなっちゃったら、もうそこで止まっといた方がいいです。下手にね、車両降りちゃダメなので、もし突っかえちゃってバックできなくなったら、これ止まっときます。複製する人はこのね、カジノペントハウスガレージから複製した EC レトロカスタム、この車両に乗り込んで外に乗り出します。外に乗り出したら、確実にね、外に乗り出したことを確認したら、フレンドさんだけが車両を降りるようにしてください。必ずね、フレンドさんだけが車両を降ります。そしてナンバープレートが変わります。まあカスタムの内容によってはね、ナンバープレート見えないものがあります。その方がね、高く売れるのでね、別にカスタムナンバープレートとかね、いらないので、ナンバープレート見えてなくても OK です。で、この車両を機動作センターにしまう。これがスムーズにいくと40秒切れるかなぐらいの、38秒くらいでね、最高記録で行ったことあります。なのでこういった感じでね、もう40秒で177万を高速で複製できる方法です。もうこれでね、複製した車両大量にガレージに用意しておけば、もうしばらくね、お金には困らないと思います。まあ今できるうちに早めにやった方がいいですね。よかったらやってみてください。